ハッピーイースター。さあこれよりミッキーたちが春の訪れを告げるかわいい友達を連れて皆さんにご挨拶をしますよ。さてそのかわいい友達とは。ミッキーたちがイースターの準備をしているとひよこが描かれたイースターエッグを見つけました。ミニーとデイジーはそのイースターエッグをもっとかわいくしようとひよこの絵に自分たちのお揃いのウサ耳を書き加えました。すると不思議なことにウサ耳をつけたかわいいひよこが生まれたんです。ああほらほら彼らがやってきましたよ。一緒にハロウを祝いしよう。
ミッキー&フレンズのハーバーグリーティング、お楽しみいただけましたか？この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 We hope you enjoyed Mickey and Friends Harbor Greeting. And now, please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo Disney Sea. Thank you.